とにかく以上が私個人の黒歴史よ。私たちの目標が人を探すことなら、とりあえず町に行って聞き込みをしましょう。塔以外は固有世界と特に違いはありませんね。まずは住人たちに状況を聞いてみよう。ええ、ここに来たのは2度目だけど、前回は交流する機会なんてほとんどなかったから。お嬢さんたち、外から来たんじゃろ？え、どうしてわかるんですか？わしは年を取ったが、記憶力には自信があるんじゃ。お嬢さんたちのように特別な格好をした若い娘さんを見かけたら、忘れたりはしないさ。よかった。じゃあ、私とよく似てる女の子を見かけたりしていませんか？仲間なんですが、はぐれてしまったんです。見てないな。ここ数日は、お嬢さんたち以外の異邦人が来るようなことはなかったはずじゃ。そうだったんですね。ありがとうございました。少し待った。お嬢さんに、仲間を見つけられる方法を教えよう。え？祈ればよいのじゃ。お嬢さん、信じる者は救われる。わしのように心を込めて祈れば、きっと賢者様がお嬢さんのもとにいなくなった仲間を送り返してくれるはずじゃ。どうじゃ？賢者様の導きを感じたか？多分、あまりにも信憑性がありませんね。しょうがないわ。ここの文明は固有世界よりもずっと発展していないから。他の人たちに聞いてみましょう。こんにちは。女の子を見かけませんでしたか？私とよく似ていて、黒いスカートを履いてるんですが。見かけてないね。そうでしたか。こうしよう。今お客さんが言った特徴を覚えておいて、その人がここを訪れたらあなたたちに伝えるよ。本当ですか？ありがとうございます。まあまあ。ちなみに今日の宿泊先はもう決まった？ここなら交通が便利だし、隣人も友好的。隣の娘さんの行き先はわからないけど、とにかく治安がいいから安心して。もうすぐ就寝の時間だし、ここに泊まったらどう？閉店時間が過ぎてから泊まる場所が見つからなかったら大変だよ。店主は本当に商売上手ね。外は明るいし、夜にはまだまだ時間があるじゃない。私たちのような商売人が時間を間違えると思う？スケちゃん、今は何時？セントソルトスのお時間で22時16分になりました。夜更かししないよう早めにお休みください。え、これは。変ね。もうそんな時間なの？まだ日は暮れてないのに。お客さんたら、冗談が好きなんだね。日が暮れるなんてこと、起きるはずもないでしょ。ここが白夜の世界だなんて知らなかったわ。通りで明るい割に通行人が少ないのね。
でも、キロ先輩はここに来たことがあるって言ってませんでした？前回来た時は夜がないことに気づかなかったんですか？その通りよ。前回は少しトラブルがあってこの世界の泡に長く滞在しなかったの。一日もなかったんですか？一時間もなかったのよ。でもここが昼夜が変わらない世界だとしたら、どうして彼らは固有世界と同じ時間の概念を持っているのかしら。それってさっきセントソルトスノー時間で22時16分って言ってたわ。つまり彼らにとって今は夜でも空の景色は変わらないのに、どうやって0時と12時を区別しているの？確かに現実世界で12時を正確に定義できてるのは太陽の高さを基準にしてるからですが、彼らは何を基準にしてるんでしょう。そう考えると彼らの時間の概念が私たちと同じだなんて確かに変です。それにあのスケちゃんもどう見ても人工知能ですよね。こんな年代間のある都市で人工知能を目にするなんて、生きてる宇宙人を目撃することよりも変です。宇宙人なら本当に存在してるかもね。え？私の話を覚えてる？世界の泡は特別で独立した存在。というより、ここを支配する権能が固有世界と一致しないからこそ、そういった常識外のことに遭遇するの。常識から外れているのに辻褄が合う。まるで不思議の国のアリスやオズの魔法使いの話みたいよね。幸い絵本の展開とは違って、私たちはここの時間に合わせなくてもいいはずよ。休む前にもう少し聞き込みをしましょう。剣霊が見てる。人の夢を邪魔する奴は雷に打たれるよ。そんな残虐な相手は本当に剣霊と言えるんでしょうか？すみません、ちょっと聞きたいことがあって。もういい、キリがない。何がですか？説明する時間はない。早く避難しないと。賢者の使いがもうすぐ降臨して災いをなくしてくれるだろう。その前に君たちも急いで避難した方がいいよ。待って、どういうことでしょう。見当がつきませんね。でもさっきの音は多分。とにかく音の出所を探しましょう。道理でさっきの人は慌てて隠れたのね。この数は多すぎるわ。でも敵を倒すくらいバルキリーにとっては何の問題もありません。ですよね。ごめんなさい。問題ないよ、スーサナさん。悪くないわね。基礎ができてるし、崩壊エネルギーの使い方にも慣れてる。本当ですか？よかったです。スーサナさんはずっと戦闘技術を磨いてきたし、努力は必ず報われるって言うよね。ディランダル様も同じことを言ってました。踊りましょう。音楽が鳴り止むまで。そうだ、ここは天命の先輩としてこの世界の泡で戦う時のコツを教えましょう。
ようやく減ったみたい。この世界の泡の暮らしは、あの宿屋の店主が言ってたように安全じゃないのかもしれませんね。行ってみましょう。まずい、間に合わないかもしれません。急いで相手を助けよう。来てくれたから僕は無事だよ。こんなに完璧な女の子は珍しいね。危うく見惚れるところだったよ。目を離すのも惜しいくらいだ。そうですよゼーレさん、さっきの一撃は見事でした。私もびっくりしましたよ。それほどのものでも。おや、恥ずかしがっているのかい。でも少しも大げさではないよ。空から舞い降りて敵を撃退した時の君の姿は、実に強くて美しかった。まるで伝説の精霊のようだ。ああ、すまない。まだ君の名前を知らなかったね。精霊のお嬢さん。精霊のお嬢さん？いえ、私は。はいはい、もうからかわないであげて。これ以上話を続けたら、精霊さんの顔が真っ赤になるわよ。もう、キラ先輩まで。ごめんね。でも、元気そうよね。怪物に襲われかけてたのに、それでも口達者でいられるなんて。あの怪物たちは、しょっちゅうセントソルトスノーにやってくるから。もう慣れっこなのさ。ただ今回は運に恵まれず、秩序を維持する紳士に怪物の仲間だと勘違いされただけで。それに怪我したとしても、口さえ無事だったら会話に支障はないよ。怪我は全然大したことないけど、話せなくなったらそれこそ参ってしまう。つまりさっきの敵は紳士と呼ばれてるの？そうだ、聞き忘れるところだったけど、君たちは外から来た旅人だね。ようこそセントサルトスノーへ。え？わかるんですか？
このセントソルトスノーの住人は皆僕の知り合いだからね。ここに知らない人はいないよ。なんとなく想像できます。だから僕たちも友達にならないか。別に異邦人が珍しいっていうわけでも、君たちが喧嘩に強いからでもない。僕は面白い人といるのが好きなんだ。彼らの日常の話を聞いていると、まるで僕も様々な人生を手に入れたような気がするんだ。楽しいだろう。それに君たちは僕を助けてくれた。僕はその瞬間から友情を感じたんだ。君たちならきっと断らないよね。ね。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう言ってくれると思ったよ。では地元の人間として君たちをもてなそう。僕はビタ。歯が唇を優しく噛むビニ。舌が優しく歯に当たるタだよ。賢者に愛された純潔の町、セントソルトスノーへようこそ。友人、そしてガイドとして君たちのそばにいよう。